ナスのが原と中川及びその支流ナスのが原と、水無川のダビ川ナスのが原は、栃木県北部のナス地域にある広大な複合洗浄地。ナス連山、大佐飛山地山陸部から宝木川と中川の合流部にかけて広がる、標高150から500メートル程度の緩やかに、傾斜した台地で、ナスのが現代地とも呼ばれる。日本三大疎水の一つに数えられる。 ナス疎水が流れる。ナスの毛原とも表記される。北は中川、南は宝木川により区切られている。中央に、千畳地特有の水無し川の熊川、ダビ川が流れる。形状は、木の葉のような形をしており、ダビ川のナスのが原への流入口を、木の葉の枝と例えると、木の葉の先端は、宝木川と中川が合流する旧、湯塚村のサラドになる。距離にして、 およそ3 0キロメートル、この葉の幅の部分は、国道4号が通過する大田原市の尾崎の、放川から、那須塩原市、中川万水橋までの約2 0キロメートルである。広さは、約4万ヘクタールで、日本でも最大級の洗浄地と考えられる。講義には、中川以北の那須高原を含む、放棄川から、福島県境までの7万ヘクタールの平地を指すことも、ある。 抗議のナス野が原については、ナスを参照。歌枕として、ナスの篠原とも言われる。物の布やの柳つくろふこての上にあられだばしるナスの、篠原、源のサネとも、近海和歌集の677戦場地である。ナス野が、原は、地表から30から50センチメートルより、下は、されきそうとなっており、どこでも、少し地面を掘るだけで、大量の石が出る。 河川はこのされ奇想に浸透してしまうため、大雨の時以外には表層を流れない。元王市伊勢那須連邦山独部までの一帯は、伏流となる河川が多く、井戸も流出させるまでに数十百メートル以上を、屈削する必要がある。また北側の中川は水量こそ豊富であるものの深い谷底を流れ、南側の宝木川も、 また洗浄地の最も低くなっている場所を流れているため、ここから大破へと水を引くことができない。引き沼用水や木の又用水のように、小規模な用水路が引かれることもあったものの、那須のが原では広範囲に、砂歴層が堆積しているため、保水力が弱く、水田や用水路から水が地中へと浸透してしまう。また地面を耕せば大量に石が出るため、農作業には、 柄が短く頑丈に作られた特別な桑を必要とした。このようになすのが、原はもともと水資源に乏しく、農地には適さない地域であり、江戸末期まではほとんど集落のない原野であった。しかし、明治政府の植産工業政策により、1885年に日本三大疎水の一つに数えられる、ナス疎水が開作され、 中川の上流域から水が導水されたことで用水の確保に目処が立ち、これが開拓を進める大きなきっかけとなる。その後もいくつかの困難はあったものの、地道な除歴や土壌改良、移動施策技術の向上や用水ポンプの普及もあって、なすのが腹の広大な荒れ地は考えされ、緑豊かな農業生産地、酪農地となった。現在は酪農、米産で、 県内一の生産校を誇っている。ありがとうございます。